おはよう。4名さんいらっしゃい。5名さんいらっしゃい。おはようございます。10名さんいらっしゃい。5名さんさようなら。おはようございます。うん、久美さんおはよう。12名さんいらっしゃい。5名さんさようなら。ワドツです。おはようございます。今日も仕事だよ。仕事仕事。うん、大丈夫かな。どうだろう。わかんない。まだ話してない。寝てる。お休みになられてるよ。姫は。お、アスワドツー、おはよう。あ、でもね、アスン言う通りだったわ。今4日目だけど、もう1万円分ポイント貯まってる。これさ、俺の方に貯まってるポイントってさ、俺が直接受け取れる金額だよね。うん、あ、昨日見ててくれたんだ、ありがとう。ちょっとバタバタしてたんだよね。うん、よかったよかった、安心したよ。これ1万ポイントって俺のところ。あ、そうなんだ、すごいね。結構いろんな人がポイント投げてくれて。あ、くみたんお菓子ありがとう。ねえ、すごいね。ふわっち流行るんじゃないの。まだまだ気づいてないだけで、なんか流行りそうな気がしてきた。なんかみんながふわっちやりたがるのがよく分かってきたね、だんだん。俺は結構閲覧の伸びが他のサイトに比べていいからふわっちやってる部分あるんだけどね。なんかね、競合がいるところでやると結構埋もれちゃうっていうかさ、そういう部分があるから。だからふわっちは意外と穴だなと思って。そのポイントお金になるの。そうそうそう。昨日閲覧どれくらいだった。150ぐらいだった。閲覧ね、ちょ見てみようか。閲覧ね、アクティブが150の、どれくらいだったかな。閲覧が541人、トータル541人の多分150人ぐらい同時閲覧あったような気がすんな。うん、それくらいあったね。結構人来てくれて、でなんか昔和道の放送見てたっていう人が結構フォローしてくれてたね。何時くらいだったかな。9時ぐらいかな。違う、夕方のね、夕方の5時から9時ぐらいかな。
5時から9時の間で、最後9時ぐらいだったと思ったけど、どれくらいだったっけな。あ、夕方6時半だって。夕方6時半から7時半だから夕方の時間帯だった。21名さんはどつ。ふわっちは現金を買えるには3万ポイント貯めないとダメ。あ、そうなんだ。じゃあまだ現金化はできないんだね。3万円から現金化できるんだ。じゃあまだまだ先の話だ。ポイント取っておこう、3万ポイントまで。貯金だね、貯金。でも500円とかさ、そういうのがチリも積もって大きい金額になるから配信やりがいあるよね、楽しみだよね。ミウルさん、カオコも大丈夫かな。カオコはまあなんか電話して減らってはなかったから大丈夫だと思ってるけど、ミウルはちょっと心配かな。でも一番心配なのノンタンだよ。超絶減らってたから、減らってたっていうのはもう激おこだったね。怒り狂ってるっていう方が正しいと思うけど、よいしょ。ペックスっていうのを通したらいつでも課金できる。前に言ったやつ、楽天あれば24時間。でも3割取られるんでしょ、ペックスは。今度やり方教えて、もし必要になったら明日教えてよ。急遽現金が必要になることもあるだろうから、うん、よろしく。いやー大変だったよ。人生はドラマだね、本当に。うちは3人とも好きだからみんな心配。そうだよ。でものんたん、くみたんにすごい感謝してたよ。くみたん、のんたんに、あ、のんたん、くみたんにすげえ感謝してたよ。くみたんはいい人ですって言ってた。4日ぐらい前だけどね。月末だからたくさん配信してリスワン取ったらまた1万。リスワン厳しいな。リスワン厳しい。なんだかんだ言って大手がやっぱいるから、鮫島さん、うなちゃんマン、香川さんとかいるから、きついわ。ふわふわさんおはよう。だから全員が奇跡的に休んでたらいけるんじゃん。多分。まだそのレベルにいないと思うぞ、俺。一度取った人は取れない。あ、そうなの？一回限定ってことなの？リスワンって。なんだ、毎日やってるもんだと思ったけど、リスワンって一日一回取って、一回取ったらもう取れないんだ。なんだ。そういう仕組みなんだ。うまく、じゃあ一回だけのボーナス的な感じだ。あ、そうなんだ。面白い面白い。じゃあ一人1万ポイントまでなんだね。それ面白いな。1ヶ月に1回、そのもらえるポイントなんだ。じゃあ30人選ばれるってことか。約、1ヶ月のその日その日だから。昨日 LINE したけど返事ないから嫌われたかと思ってた。あ、のんたんかな。嫌ってないよ、別に。ワドもいけるよ。30人か。そうだね。多分、今、ふわっちの配信者の中で50位以内には入ってると思うから、多分トップ30に入ってるか入ってないかぐらいだから、狙ったらいけそうだよね。エセアカでしょ？香川さんでしょ？アイラでしょ？鮫島さんでしょ、うなちゃんマンでしょ。ほうほうほう、いけそうな気はしなくもないな。月1システム面白いね。だってね、1万円もらえるんだったらやるよね、みんな。そう、金のばらまき方がうまいよね、結構上手にやってると思う。そうやってワドダもふわっちで頑張ろう。そうだね、ふわっちで頑張ろうね。いやでもニコ生どうすっかだよな。心折れちったよ。ニコ生心折れちゃったよ。どうしてこう。マジで900人のリスナーね、いなくなったのはでかいよね。だってあれだよ、ふわっち伸びてるっつってもまだフォロー100人しかいないからね。結構痛いよ。
痛手はでかいよ、配信者として。ニコ生より見やすいから嬉しい。ニコ生人を離れちゃってるもんね今。キャスとかに全部取られてる。キャスとかっていうかキャスに全部取られてるよね。ニコ生新システム導入しないと結構厳しいと思うぞ。あれ先がねえよ。でも面白いなと思ったのが、ふわっちはふわっちでファンを獲得してるっていうか、リスナーを抱えてるね。なんか今 FC2 よりも人気ありそうな気がする。 FC2 に最初似てるなと思ったけど、下手したら FC2 よりも今人気あるサイトなんじゃねえかと思ってきてるね。なんかね、FC2 は年齢層高めで結構エロ層っていうかおっさんが多いんだけど、 FC2 のね、 FC2 じゃない、ふわっちの面白いところはキャスとキャスリスナーも来てるっていうか、そこが面白いと思った。キャスとね相性がいいっていうか、ニコ生民がふわっちにいるの気づいてほしい。だからツイッターフォローしてるかどうかだよな。ツイッターをフォローしてるかどうかで決まるから、だから、ね、本当のヘビーユーザーだけついてきてくれるだろうな今は。だからがっちりファンの心掴んで全部フォローしてもらってないとやっぱダメなんだよね。その辺はちゃんと言っておけばよかった。もうあのコミュニティはゆっくりゆっくりちゃんと育てるつもりだったから、あのバンも一回もなかったし、爆破も一回もなかったアカウントだからね。スマホだとキャストフアは同時に聞けるからいい。あ、そうなんだ。へえ。ニコ生 PC で見ないと重たい。そうなんだよね。スマホ勢に全く対応しきれてないからね。そこはネックだよね。おはよう、坂本ちゃん。ポイントありがとう。おはよう。昨日迷惑かけてごめんね。心配してくれてみんなありがとう。29名さんいらっしゃい。32名さんいらっしゃい。68名さんさようなら。78名さんさようなら。昨日なんかあったの？いろいろあって大変だったんだよ。まあもう済んだことだからいいんだけどね。ワド計算早いな。暗算得意だったね。今計算間違えたけど。32名さんいらっしゃい。73名さんさようなら。そうなの。暗算はね、早いよ。子供の頃から。なぜか。それ先生にも言われた。お前暗算早くねって。そろばんやってた。やってないです。とりあえずのんたん家に来たって聞いて少し安心。そうだね、昨日顔見せてくれたからそれで俺も少し安心した。元気だったらそれでいいよ。頭良くないよ、中卒だよ俺。全然頭良くない、むしろ頭悪い方だと思う。ふわっちのいいところはなんかいいリスナーさんが多いね。優しいリスナーさんが多いからそこはやりやすいなと思ってるね。37名さんいらっしゃい。36名さんいらっしゃい。ペイス何それ。よしぴこさんいらっしゃい。ペイスがよくわかんないよ。40名さんいらっしゃい。何それ、ペイスって。ペイスって何、ちょっとそのノリが分かんないんだけど。ふわっちの挨拶。ペイスって挨拶なの、ふわっちの挨拶なの。そんな初めて聞いたんだけど俺。なんか独特の挨拶あるよね。キャスではもういいとかさ。起きたらのんたん隣に寝てたの。ソファーで寝てたから、朝5時ぐらいにガサゴソってソファーの音したから、あ、いるなと思って。で、なんかすごい冷えてたから、風邪ひくから布団の中おいでっつって。ニコ生初期の頃和道と同居してた女の人、元気？もう会ってないよ、連絡取ってない。知らない。彼女は彼女で自分の道を歩いてるでしょ。
お別れしました。もうだいぶ前だよ、うん、牛してあげた。だって一緒に寝てるときいつもだって腕枕でギュッて寝てるもん。今理想見てきたけど大体の音は撮ってるからいけるよ。マジか。月末じゃあ頑張ろうか。リスワン。みんなよろしくね。ていうかなんでこんな閲覧多いんだろう。ふわっちなんかおすすめ乗る率高いんだけど、ふわっちの運営俺のこと押してくれてんのかな。今2位じゃんおすすめ。え、携帯で見てもおすすめ2位なの俺。今パソコンで見たらおすすめ2位だったんだけど、携帯でも2位なの。すげえ、なんか俺運営さんにこんなによくしてもらったことないから初めてだから嬉しいんだけど、ふわっち専属でやろうかな。あ、そういうことか。はいはいはい、45分までに裏技いっぱい教えてくれてありがとう。そっかそっか、じゃないとその日のカウントにならないわけか。 OK。 でもあれか、それ以降の配信っていうのは次の日の配信になるんだね、カウント的に。なるほどね。これは何？トータルのこの172人の方がカウントされるってことなの？このリスワン狙うときは。だから、その、いなくなったリスナーさんも、この部屋覗いてくれたらカウントに入るってこと？どうなんだろう？それともアクティブなのかな？アクティブの数が優先されるのかな？ちょ、ふわっち勉強しないとな。まあ、勉強したところでね、結局、いついてもらわないと意味ないんだけどね。あ、もしよかったらフォローお願いします。デイリーの時は、13時45分まででも反映される。ほう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 。リスワン狙う時は15分前ね。合計閲覧なんだ。ああ。じゃあ、通過してもらえるだけでもありがたいんだね。あ、まあ、ネームバリューある分、有利っちゃ有利だね。他の配信者よりは。あ、ワドじゃんみたいに。覗くもんね。お、久々見るわ、みたいな。何やってんだ、みたいな。そういう仕組みか。アッスンは何？ふわっち専属でやってんの？ねえ、組みたん、そうだよね。確かによ、これ5文字を気を使って打ってくれてるよ。こういうの大事だよね。5文字以上になるように打ってくれるっていう。でもふわっちで同じ人が入ってきてもカウントされないからね、キャスト違って。ああ、そういうことか。なるほどなるほど。ふわっちばっかりなんだ。ふわっちって何年ぐらい前からあんの？ここ最近のイメージがあるんだけど、ここ1年とかここ2年ぐらいかな。1、2年な気がするんだけどさ、結構前からあんの？ふわっちって。なんか CM にすごい力入れてる気がする、ふわっちは。なんかキャスとかに、Twitter か、Twitter の広告によく見る、ふわっちは。Twitter でね、配信者、配信、新しく稼げる配信やりませんかみたいな。ツイキャスと同じようなシステムで稼げますよ、みたいな。5文字以上って言っても微妙であんまり関係ないと思う。ただフォロワーランキング、ああ、そういうことか。はいはいはい。ここ1年ぐらいだよね。結構あれじゃん、立ち上げたばっかりでここ1年でさ伸びてる配信サイトだよね。あ、まだ1年経ってないんだ。すごいね、この会社ベンチャースピリットに溢れてるね。いや、うまくね設計されてると思うよ、この課金システムは。FC2 が一番完璧だと思ってたけど、もしかしたら FC2 よりシステムいいかもしんない。まさにこういう風なのを待ってたっていうのをやってくれてるよね、配信者が。配信者が稼げる時代が来たっていうのはすげえ嬉しいからね。分け隔てなくさ。みんな食えてないからさ。アイラみたいなのがバンバン増えればいいんだよね。ふわっちいいかもしんないね。どちらかっていうとね、俺稼げるのがメインっていうよりも閲覧がやっぱ伸びてるっていうのがすげえ嬉しい。 FC2 って課金が大変って言ってたよ、プロは。 FC2 ね、課金がね2、3ヶ月かかるんだよね。あの、しかもね、なんか決済の方法が変わってた。前はね、もっと
そのちゃんと、なんつうの、昇格でも引き出せたんだけど、だからいくらからっていう風になってて、引き出せないんだよね、今。余ってるポイントがあったから課金しようと思ったら、残高が足りませんって言われた。うん、めんどくさくなってるね。だから、FC2 はしばらく封印かな、俺は。とりあえず。もうしばらくやってないね。半年ぐらいやってないかな。45名さんいらっしゃい。ワドツでございます。163名さんさようなら。大手がいない時間帯って何時ぐらいなんだろう。何時ぐらい攻めたらいいのかな。なんかね、こういう新規サイトはパワーバランスが崩れるから面白いよね。なんか過疎でも一発逆転あったり、中堅が大手になったりするからね。計算ほんと早い。そうかな、うん、48名さんいらっしゃる。まあ自分が合ってるサイトでやるのが一番いいよね。ここのサイトでちょっと下積みしようかな。俺はふわっちの和道って言われるようになろうかな。ふわっちの和道って、なんかしたらすぐ閲覧上がる。ふわっちはほんとだね、すぐ上がるね。てかね、多分ね、競合が少ないからだと思う。50人いないじゃん、常にその配信してる人が。50人いないから、ちょっとでも面白いことやるとすぐ話題になってバーンっていくんだと思う。キャスとか5000人とかやってるから、その面白いことやってても埋もれちゃうんだよね。今の時間、雑談は面白いわ、キャストも少ないから出勤中に新規来やすいかも。そうそう、俺もそう思ってて。夜中からだいたい朝方メインにしようか、夕方からやろうか迷ってて、で本当は朝方やろうと思ってたんだけど、昨日なんか閲覧多かったから、あ、しっかりやったら夕方でもいけるなみたいな。確か鮫島さんとかぶってたんだけど、鮫島さんとかぶって150人だったら悪くないなと思って。ハートプレゼントありがとう。うちはキャスフワッチが好き。うん、ニコ生引退しろってことなのかな、どうなんだろう。なんかニコ生で大手になりたくてずっと頑張ってきたからな、いろいろ思い入れがあるけど。でも受けてるところでやるべきだよな、配信は。だってそこに需要があるわけだからさ、需要があるところでやるべきだよね。こっちの方が近い感じで楽しいって大手のリスナーさんも言ってたよ。うん、なんか距離感がすごくいいし、うん、なんか新規立ち上げサイトって感じがして面白いね。レギュラーでやってる人って誰？鮫島さん今。アイラと鮫島さんかな。レギュラーでやってる人。コメント拾ってもらえるし、覚えてもらえるし。うん。そこはキャスと一緒だよね。サムネがついてる分、そのコメビューみたいな機能が最初から実装されてるから。多分見やすいんだろうね。55名さんいらっしゃい。112名さんさようなら。ねえ、キャスのいいところパクってるよね。キャスにこんな機能あったらいいなっていうのをそのまま叶えたっていうさ、キャスを丸パクリして、で課金システムを導入したっていう、うまくやってるよね。ほんと経営者頭いいと思う、賢いと思うよ。55名さんいらっしゃい。あ、じゃあ57名さんいらっしゃい。110名さんさようなら。あとランハゲがいたね。あ、ランハゲもこっちにいるんだと思って。あ、キャス番組はよく来るよね。わかる。晩になったらふわっちにいるっていうのはもう定説だもんね。57名さんいらっしゃい。114名さんさようなら。ランハゲもこっちばっかなんだ。あとうなちゃん、便所さんもやる。あ、便所さん昨日見たな。便所太郎さん見たよ。でもまったりやっても閲覧減らないっていうのはすごいと思うね。なかなかだと思う。この音楽いいでしょ、うん、しかもこれ著作権フリーだから、
あの YouTube に動画アップしてもこれ引っかからないんだよ。営利目的の BGM としても使っていいの。これ結構優秀だよ、この BGM。アイラ様、最近ちょっとしかしてないよ。稼いでるからだろうね。おはよう、ジェントルマンさん。おはようございます。もしよかったらフォローよろしくお願いします。お、おすすめ1位になった。ゆうくん抜いた。みんな、1位だよ。みんなありがとう。今、ふわっちで、俺、1位だよ。みんなのおかげだよ。うん、フォローして、フォローして、クータン。よろしく。うん、あざーす。おめでとう、ありがとう。つまんねえ顔やな。なんだよ、それ。なんでいきなりディスんだよ。朝から。いや、ニコ生やってたんだけど、それが昨日起こった事件で、彼女に、あの、ニコ生爆破されたんだよ、俺。彼女にパソコンハッキングされて、彼女がね、ニコ生爆破しやがったんだよね。うん、ソファーさん、おめでとう、ありがとう。この時間に1位で自慢か？何？こういうリスナーさんもいるの？ジェントルマンは何？そういうポンプ系なの？まあいいけど、楽しんでくれるならそれでいいよ。サムネイルは猫でさ、なめ猫だっけこれ？なめ猫でこんなに煽るの？我慢汁の歌知らないね。65名さんいらっしゃい。235名さんさようなら。悲しいね。ゴールデンタイムに1位取るよ。無理だろ。分かって言ってるだろ。取れないの分かって言ってるだろ。YouTube で我慢汁の歌あげてるから聞いてよ。YouTube、我慢汁の歌。じゃあ聞いてみようか。我慢汁の歌。我慢汁。汁。我慢汁。これかな。エロ注意、我慢汁の歌。これ、ミズニャンになってるけど、こんな大人数で聞くやつじゃない。え？ミズニャンって出てるけど、ミズニャンのやつ。YouTube で一番上に出てきた、ミズニャンが出てきたけど。SEO ちゃんとしてないな。ミズニアに俺が撮ったやつ。あ、じゃあ聞いてみようか。はい。こんにちは。はい。はじめまして。どうしました今日は。じゃあ行きますね。じゃあ行きますね。段取り悪いな。トーク下手かよ。愛せので感じる。我慢汁。あ、ていうかお前俺にも凸してんじゃん。なんだっけ、ヨシピコさ、昔俺に凸してんじゃん。みーちゃんがめっちゃ好きだった歌じゃん、これ。懐かしいわ。これ結構3年ぐらい前からやってるネタじゃん。うん、思い出したわ。これみーちゃんがめちゃめちゃ爆笑してたやつじゃん、うん、覚えてるよ、うん、未だにこのネタやってるんだ。あ、懐かしい。ちょっと感動したわ、うん、これ元カノが大好きだったやつだわ。懐かしい。俺にとつかけてくれたもんね、この我慢してるの歌ね。ありがとう。なんか思い出が蘇った。うん、フォローしたからスカイプ ID じゃなくて LINE でいい。 LINE じゃダメ、ジェントルマン。俺スカイプやってねえんだわ、うん、我慢汁の歌懐かしいな。ジェントルマン、 LINE じゃダメなの。 LINE だったらすぐ送るよ。今 LINE 通話エラー起こしてるからな。LINE しかやってねえわ俺今。悪いな。69名さんいらっしゃい。
ずっとやってることもすごい。3年間引っ張ってるから結構面白いよこのネタ。我慢汁の歌。俺面白かったもんこのコツ。コントツ結構鉄板芸で、あんまり出しすぎると面白くなくなるから小出しにしてほしいけど、3ヶ月に1回ぐらい聴きたい歌だよ。ていうかさ、このさ、延長チケットっていうのはどこで買えばいいの？30分おきにクリックしないといけないの？ LINE? ちょっと待って、あ、ていうか俺の方貼るからそれ飛ばしてきて、俺の LINE 貼ります。俺の LINE がこれ、俺の LINE これだから飛ばしてきて。ミズネは長すぎて途中で切られた。あれを引っ張れば引っ張るほど面白いんだけどね。俺30分ぐらい聞きたいよ。おい、あ、何やってんの？いい、パソコンで起動した。顔出しないの？今度顔出しないんじゃないの？しばらくは分かんないけど、うん、ワドさん今度やって。何を？我慢汁の歌。俺人のネタで勝負するの嫌いだから嫌だ、うん、だから人のネタを自分のネタっぽくやるやつ嫌いなんだよ、うん、たまにいるじゃん、うん、なんかドヤ顔でさ人のネタをさ丸パクリしてさ、なんか自分のネタ風にやってる芸人とかいない？まあ配信者でもよくいるけど、そういうやつ最低だと思ってるから。ネタ作り大変なの俺誰よりも分かってるからね。我慢汁はヨシピコのものだから。延長チケットは自動延長にしたら、あーでも所有枚数が1枚って書いてあるんだよね。今 LINE 送った？来てないよ。来たか、 LINE 来たわ、うん、お、アスンも送ってくれた。次がアスン、アスン、BGM 聞いて、はじめ社長がこの BGM 使ってるね。そう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 、はじめ社長もこの BGM 使ってる。うん、明日はありがとう、登録しとくよ。あ、ジェントルマンって黒田さんって呼べばいいんだ、うん、覚えとくわ。黒田ですって言われたから、黒田だよって言われて、黒田って誰だと、俺知り合いに黒田なんかいねえぞと。へし、うん、リア友みたいな感じで言われたから、いや知らない知らないと思って俺の知り合いに黒田なんかいないと思って、そしたらここに書いてあった、ジェントルマン黒田猫ちゃん長いよ名前が黒田なら黒田って書いとけよ、うん、ミドルネームが多すぎる。
モンキー D ルフィかお前は。でもミドルネームあるのちょっと憧れるよね。島津ロバートソン高光とかになってみたいもんね。だできるやつ感がすごい増すよね。ソレイユで通ってる。ソレイユって呼ばれてんの。もうめちゃめちゃだなお前の名前、うん、めちゃくちゃだよ。もう原型とどめてないよ、うん、あフォローありがとうございます。フォローしてくれた人、デジャブさんかな、デジャブさんありがとうございます。和道はなんで和道なの。本当は我々とか我っていう自分の我の道にしようと思ったんだけど、うん、なんかあのやめた。ゆいがさんとかぶるな特にあんま意味ないよ。和道名前変えようと思ったんだけど、ニコ生してスカイプしてない、してないよ俺だって。トツ受けないもん基本的に。友達しかあのスカイプかけさせない。宗教活動とかはもう諦めたっていうか、宗教うんとね難しいんだけど、前からずっと言ってるんだけど、俺は宗教嫌いなんだよ。あの俺は宗教嫌いなので、ただ俺はブッダとかキリストはリスペクトしてんので、ブッダもキリストも同じこと言ってて、宗教ダメだっつってんのよ。だから同じポジションかな宗教嫌いなんだよ。宗教ダメだと思ってんだよ。ブッダとかキリストみたいに生きたい、うん、和道のドラマの池袋ウエストゲートパーク出たって言わなかった。出なっていうか映ったっていうのが正しいかな。 0.5 秒ぐらい映っただけで、あのエキストラでライブ行っただけだから、ライブがタダで見れると思って。なんかライズ好きだったの、ライズっていうバンドが。それエキストラ兼そのライブがタダで見れるっていうことで、学生の時だったから金なかったから遊びに行っただけだよ。だからチラッと映ってるよ、うん、コバ、コバってなんだろう、コバ、ハルさんいらっしゃい、コバってなんだろう、コバ、ライズ、そうだね、うん、昔のライズだけどね。ジェシーイケメンだし、アックンかっこいいしね。アックンもすごいよね、いろんなところでバックで今プロドラマーとして名を馳せてるもんね。めちゃめちゃ上手くなってるもんね、アックン。初期の頃そんな上手くなかったもんね。根強いファンがいるよ、いまだに。ライザー、ライズのファンはライザーって呼ばれてんだよ。何を探すんだ。あ、スープの会っていうやつだね。スペシャル版スープの会、池袋ウエストゲートパークスープの会だ。髪の毛真っ赤っかだよ、その時。初見ニコ生の方でしたっけ。サングラスポテトさんいらっしゃい。そうですね、もともとニコ生でやってたんですけど、ニコ生もバンになっちゃったんで、ふわっち5日目ですね。ふわっち頑張ってます。74名さんいらっしゃい。74名か、400名さんさようなら。ニコ生ももう全盛期の面影もなくなっちゃったよ、うん、もうダメ。厳しい。なんでバンになった。だからさっきも言ったけど、彼女が昨日俺のパソコンをハッキングして、LINE をハッキングして、気に入らない女リスナーをブロックしていって、彼女が勝手に。で、ニコ生も爆発したんだ彼女が減らって俺のアカウント、パソコンを乗っ取っていたずらしまくって、で、大変だ大変だってなってた。で、彼女を家にリアトするってわけだったの。ニコ生の運営は腐ってる。ニコ生の運営にはプロバイダーまで通報されたし、それは嵐やってたからでしょ。違うの。ハッキングできる彼女すごい。もうだってね、こってこてのオタクだもん彼女。だってニコ生ももう7年ぐらい見てるし、2チャンネラーだし、もともと超引きこもりだもん。83名さんいらっしゃい。401名さんさようなら、うん、こってこてですよ、こってこて。みんな朝からふわっち見るとか配信好きねみんな配信好きだね、本当に。ちょっと面白いな。
この前彼女そんな風に見えないよ。彼女は結構面白いよ。東京の俺新宿。新宿です。88名さんいらっしゃい。406名さんさようなら。彼女はね、業が深いね。俺の彼女は業が深いから。天使にも悪魔にもなるから。うん。のんたんマジすごい。なかなかだよね。めちゃめちゃ優しそうな彼女だったのに、滅ばしてくれて、優しいよ、基本的。超優しいよ。ただね、怒ると超怖いよ。うん、IP とかで特定して、住所とか全部分かってるもん。だって初めて、その、LINE、オフ会で LINE 交換して、LINE してる時に言われたのが、今度俺の家来ることになって、俺の家遊びに来るって言って、住所送ろうかって言ったら、あ、ごめん、もう知ってるって言われたもん。怖って思うよね。ごめんねって、もう知ってるから大丈夫って。ここでしょって言われて、ビタビタに、もうぴったりピンポイントで知られてた。すごいよ。和道が変な LINE してた。何変な LINE って。はい、たくみさんおはよう、和道。97名さんいらっしゃい。513名さんさようなら。大久保の練馬ナンバーからかっても面白い。喫茶パリジェンヌは面白いよな。喫茶パリジェンヌはダメだよ。うん。あそこは乱射事件あったところだからね。人死んでるからね、拳銃で。だから彼女が怒ったんだろう。見て。何見て。何を見んの？ん？何を見んの？あ、そういうことじゃない。そういうことじゃない。違う。リスナーさんと彼女が喧嘩してたの。うん。俺はそういうやましいこと本当に一切しないから。別に LINE 見られても全然平気だもん。彼女かっこいいですね。おはようございます。そうだよ。俺の彼女かっこいいよ。うん。俺本当に一途って言ったら変だけど、結構好きな女できたら周り見えなくなるタイプだから、全然浮気とかない。昔なんか事件ありましたっけ？ゴールデン街で事件あったのかな、わかんないな、うん、彼女人形みたいじゃん。お人形さんみたいな感じだね、うん、うちの住所も知られてるかな。まあ探ろうと思ったら余裕で探れる人だと思うよ。ぶっちゃけた話、LINE からでも IP 抜けるから、ぶっちゃけた話、敵に回すと超おっかねえよ。クミタンはただのリスナーさん。おお、みんなありがとう。100名超えました。ありがとうございます。初見さんいらっしゃい、楽しんでてください。ありがとうございます。朝から100名超えて気分いいね。104名さんいらっしゃい。じゃあ102名さんいらっしゃい。448名さんさようなら。ありがとう。朝からいい感じだね。てかニコ生とめっちゃ雰囲気違うな。いや俺こんな感じだけど、昔から。でもワドタンに住所書いた LINE 送ってるから見てるか。あー、まあバレてるかもしんないね。うん、まあしょうがない。多めに見てやって、そこは多めに見てやってください。前は軍団組んでた。軍団なんか組まない。俺つるむの大嫌いだもん。あ、フォローありがとうございます。フォローありがとう。フォロワーが増えた。カナヘビさんいらっしゃい。カナヘビさんフォローありがとうございます。配信しろよ、女バカが。AF とイチャイチャしてんじゃねえよ。お前もカジュアルみてえになっちまったな。カナヘビさんありがとうございます。ふわっちは初見です。キャスで何度かお邪魔したよ。うん、クミさんいらっしゃい。うん、知ってる。ありがとう、うん、もしよかったらこっちもフォローしてください。あー、ウケるわ。カナヘビ結構ね、追っかけてくれるんだよね、昔から。カナヘビさんいらっしゃい。
ゆいがの競番とか知ってる？あ、俺ゆいがさんとは交換してないかな。っていうか俺携帯番号交換しないんだよね、基本的に。全部 LINE で済ませてる。だって彼女ですら携帯番号知らないもん、俺の携帯番号使ってない、本当に。ここに携帯あるけど、プリペだから俺携帯かけないんだよ、かけれないんだよこれ。うん、携帯番号は基本交換しない、どんだけ親しい人でも。クミタにクミさんって、まあ、知らないで。そうだね、うん、クミが多すぎるね。なんでだから、あのプリペイドだからチャージしないとかけらんないのよ。カナヘビ古いよ、多分ここにいるリスナーの中でカナヘビ一番古いんじゃないかな。みんな和道何年見てるか書いて。多分ね、カナヘビは古いよ。え、やだやだ、教えない教えない。そういうことしてると、あの嫌われるから。同業ってめっちゃ大事なので、配信者同士仲良くないと。だって俺がさ、例えばロハコさんと仲いいじゃん、で勝手にリスナーさんに LINE 教えてたら怒るもん、うん、3年見てんの俺のこと。古っ。黒田さんは3年見てるって。みんなは何年見てる？3年は結構ヘビーだね。ダメだよ、そういうのは教えない。それは自分で聞くべきでしょ、そこはマナーでしょ。2年ぐらい。お元気でよかったです、フォローしておきます。ありがとうね、ありがとう、嬉しいです。フォローよろしく。ゆいがビビりまくってる。そうなの、うん、ゆいがさんと喧嘩してんの。ダメだよ、あんまりもう配信者それでいびったら。配信者結構ストレスになるからね、それ。これマジだよ。あのね、一人二人だったらいいんだよ、まだそういういたずらしてんのが。でもちょっとしたいたずらでも、ちょっとビビらせてやるかでも、ゆいがさんクラスになると100人とかにプレスかけられてるわけだから、いや、減らるんだよ、うん、ゆいがさんにキャスバンされたんだ。ナマさん、風船ありがとうございます。ナマスいらっしゃい。本命し始めてから半年経たないくらいだけど、 YouTube では昔から。あ、そうなんだ、 YouTube 結構見てくれてたんだ、うん、コメントした方が楽しいよ配信は。配信はやっぱコメントありきだよ。うん、また来て黒田さん、ありがとうね。うん、ありがとう。私も YouTube から。あ、俺あれしょ、どうせロハコ事件でしょ。ヒータさんおはよう、94名さんいらっしゃい。508名さんさようなら。勇気出してコメントしてよかった。コメントした方が絶対面白いと思う配信は。あ、マー君か、懐かしいな、いまだに顔ぐちゃぐちゃだからな俺。なめ猫さんおはようございます、よろしく。おはようモネさん、今日は部屋が散らかってますね。これね、彼女の全部私物、これ彼女、うん、配信スペースは片付けてもらいたいんだけどね、うん、彼女私物です。みんなフォローよろしくね。3点セットよろしく。ツイッターもフォローしてね。お、クミタンが、クミタンじゃねえや、クミ、ミズリスさんが、フォローしてくれました。ありがとうございます、あざます。マー君って捕まったの？ワドタンが原因？全く別件、うん、全く別件だね、うん、原因っていう言い方やめてくんない？俺被害者なんだけど。俺原因じゃないよ、うん、もう刑務所入って2年ぐらい経つんじゃないかな、うん、めっちゃ被害者の人かわいそうと思ってた。顔ぐちゃぐちゃになったらしいもんね、うん、俺それ知らないんだよね、うんうん、
に出たいな、旅に。でもさ、思ったけど、アイラさ、1ヶ月で700万稼いだってことはさ、半分手元に残るわけじゃん。アイラ1人でふわっちに700万落としたってことでしょ。そういうことだよね。すごくない？アイラ様々だよね、ふわっちからしたら。アイラが1ヶ月で700万売り上げ上げてくれたんでしょ。そうだよね。すげえな、アイラ。だって1400万リスナーが投げてるってことだもんね。どんだけすげえんだよ、アイラ。でもね、これ面白くて、あのフォロワーのところに、俺のフォロワー見たら誰がいくら投げてるか全部出てて、今1位がハッチだね。ハッチがね、俺にポイント投げまくってくれてて、今俺の一番の囲いはハッチだね。すごいよね。で、次にノンタンで、サイダさんって読むのかな、サイダさんがね、昨日ポイント投げまくって花火しまくってくれて、で、ヨンヨンさんが4位で、クミタン5位なんだよ、実は。クミタン実は5位だからね、リスナーランキング、リスナーの囲いランキング。もうリスナーさんにランキングつけるの面白いんだよ。それ非公開にしてあげた方がいい？もうそうしようか。非公開の方がいいのかな。非公開になってるわ。非公開の情報俺ペラッつったのか。非公開になってたわ。非公開の情報俺ペラッつった。囲いランキングが出る。ランキング上がってくるとリスナーが叩かれたりするんだ。花火は金かかるからね。でもこの仕組み面白いよね。誰がいくら投げたのか丸分かりになるって。すげえな。すごいシステムだよね。花火とかね。リスナーがリスナーを叩くのは良くないよね。おにぎりさんいらっしゃい、初見さんいらっしゃい、和道と言います、よろしくお願いします。最近ふわっちにハマってる、5日目です、配信。ふわっち、ふわっち生主です、よろしく。もしよかったらフォローしてね、楽しんでって。ニコ生の時はよく見てた。初見じゃねえじゃん。初見じゃねえじゃん。だからネームバリューはやっぱあるんだな。過去見てたよっていう、やっぱみんな言うもんね。あ、おにぎりフォローありがとう。ハートをたくさんだけでもフォロワーランキング上がる。花火だけじゃなくても。うん。だから、あれだよ、無課金のやつでみんなアイテム投げればいいんだよ。マッチでは初見か。うん、よろしく。楽しんでて。無課金は風船しかない。あ、風船は無課金なんだ。で、それ以外っていうのは課金してるってことなんだ。ハートとかも課金なんだね。知らなかった。ニコ生はね、昨日事件があって、それで閲覧が多いんだけど、昨日ね、彼女が俺のパソコンを勝手に乗っ取ってハッキングして、で、LINE は勝手にいじくるわ、ニコ生は爆破するわ、もう大変だったんですよ。事件があったの、昨日。最近彼女ができたんだけど、付き合って1ヶ月間ぐらいなんだけど、彼女がね、俺のパソコンでいたずらしまくって、わーっつって、激怒になって、俺の囲いとね、バトルを繰り広げてね、そう、囲いのラインをブロックして、で、ニコ生爆発するっていう事件があった。そう、彼女が爆発しちゃったの。それでね、ふわっちやることになった。
タイムシフト残ってるよ。風船も課金あるけど、クイズ答えたら風船1個もらえるから風船課金してる人多い。あ、なるほどなるほど。でもさ、クイズに10回答えないと風船10個もらえないって厳しいよね。ニコ生なくなったよ、モネさん。昨日それ大変だったんだから。だから900人のあのコミュニティなくなってたから。まあいいんだけどね。取り返しのつくものは俺は全然ありだと思ってるから。ただほら、彼女との関係とか、リスナーさんとの人間関係って修復できないものってあるじゃん。そう、命とかさ。そういう取り返しのつかないものさえ無事だったら俺はそれでいいと思ってる。あ、そうだ、たくみさんさ、あの、あれだよ、ツイキャスもそうなんだけど、あの、後でミーティングしよう。後でつうか、だから、あー、そうなんだよな、最近配信忙しくてミーティングできてないんだよな。あのさ、YouTube に上げたやつ全部削除していってほしいんだよね、過去のログを。削除しなくていいけど、非公開に設定する。そうすれば YouTube に動画どんどん見に行くから、過去の動画は YouTube 見てくださいっていうの。あと俺たくみさんにお願いがあるんだ。たくみさんミーティングしない？公開ミーティングしない？公開ミーティングしよう。ミーティングは全部公開でやろう。よいしょ、ちょっと待って、今電話かけるわ。 LINE かける。そうなんだよ、リスナーさんとの絆が壊れちゃうから。そう、それが嫌なんだよね。そうそう、それは絶対あると思ってる。たくみ先生どこだ、たくみ先生。もしもし、聞こえる？あ、聞こえますよ、ちょっと。おはようございます。あ、配信の方切らないとハウっちゃうよ。はい、今切りました、切りました。あ、切った。おはようございます。はい、あ、皆さん、たくみさんです。僕のマネージャーやってるリスナーさんです。よろしくお願いします。あ、で、YouTube に上げた動画を上げたら非公開に設定してほしいんですよ、はい、ふわっちもキャスも。非公開？非公開っていう設定があって。あ、公開じゃなくて非公開にするってこと？そう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 。そしたら要は過去の動画を見たかったら YouTube に行くしかなくなるじゃん。 YouTube の設定を全部非公開。違う違う、そしたら YouTube 見れなくなっちゃうじゃん。え、何を非公開するの？キャスでタイムシフトとかフワッチのタイムシフトって見れるわけじゃん、はい、それでたくみさん録画をしてるわけじゃん。そう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 。で、録画を YouTube に上げるわけじゃん。で、YouTube をアップしたら、要はキャスの方とかを非公開にしないと、リスナーさんが YouTube 見に行く理由がないじゃん。だってフワッチとかのタイムシフト見ちゃうわけだから。あ、キャスもね。そうそうそう、キャスとフワッチ。フワッチも僕が非公開するってこと？そう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 。でもフワッチのあれもらってないよ、俺。あ、渡す渡すだから。ああ、了解了解。そういうこと。そういうことそういうこと。録画したら、フワッチと、キャスは、あの、何にもしないんだけど、多分非公開になってると思うんだけど。ね。あ、じゃあ、キャス、今度から非公開でやろうか。非公開にして、僕が、要するに、アップロードして、ってことでしょ。なんか、あれだな、アスペ同士の会話みたいになってきたのなんだ。俺、だんだん、たくみさんが、たくみさんもアスペなんじゃないかと思い始めたけど、ね。言いたいことが伝わってればいいんだけど、要は、YouTube だけでしか過去動画が見れなくなればそれでいい。で、わざわざ爆破、あの、キャスとかの動画爆破する必要はないから、非公開にすればいいんじゃないっていう話をしてんの。あ、なるほどね。了解了解。そしたらさ、ほら、あ、じゃあチャンネル登録しとこうってなるじゃん。あの YouTube も。了解です。それがまず1点目。うん、で、2点目に、ちょっとこれ負担が増えるんだけど、あの、今後配信していくときにさ、リスナーが増えるタイミングとかってあるじゃん。途中から。その時に今ここをやってほしいんですよ、たくみさんに。今ここ？ああ。今ここって知ってる？
聞いたことある。あの場所も分かるやつでしょ。そっちじゃないの。そっちの今ここじゃないの。あ、これ今がいい事例。例えばヨンヨンさんがおはようございます、昨日あれからどうなったのかなっていうふうに聞いてくるタイミングっていっぱいあるじゃん。はい、でリスナー、新規のリスナーが20人とか10人とか増えたタイミングで、例えば昨日の配信だったら、ワド彼女に、LINE ハッキングされるで矢印して、ワド彼女にニコ生爆発される、ワド彼女の家にリアドする今ここって書いてくれるリスナーさんがいるのよ。要は途中から来た人に対して今こういう出来事があって、今このこういう流れでストーリーが進行してますよっていうのをやる人が欲しいの。ああ、なるほどね。そう、たくみさんに限らず、たくみさんもずっと見れるわけじゃないから、くみたんとか、そう、ミュールとか、オレンジとか、そういう囲い系のリスナーにはそれをやってほしいの。新規リスナーに、和道の今盛り上がってるのはこういう理由だよ、みたいな。ああ、なるほどね。そう。その今ここね。そう。ねえ、なんでかっていうと、配信者って、その、なんつうの、配信上でさ、あの、どうしても喋れない時ってあるんだよ。例えばカオコと突してる時に、何どうなってんのってリスナーに言われても、カオコちょっと待って今ねってできないじゃん。今こうこうこうでこういう風になるとつうと、カオコも感情移入できないし、うん、そうそう、そのコラボとかしてるとそういうことができないから、そういうなんか合いの手みたいなのが欲しいなってずっと思ってたの。あ、なるほど、ね、今ここってその、うん、今の現状をちょっと、うん、説明するってことでしょ。そう、ちょっとヨンヨンさんに対してそれやってみたよ、練習で。いや、俺も途中から来たから分かんないじゃあ、分かった、クミタンにやってもらう。クミタン、今ここやってみて、ちょっと、あの、ちょっと試しに、ちょっと試しに今ここだよっていうのを説明してあげて、コメントで。これあるとめちゃくちゃ放送便利なんだよ。よく大手配信者のところって今ここ専属職人みたいなのがいて、その、うん、人が増えてきたタイミングで必ずやってくれる人がいるのよ。今どうなってるとか、ねね、うん、そうそうそう、ああいうのあるといいなとか思ってたんだよね。そうだね、僕も最初から見てたからやるけど、うん、今日は多分クミタンが最初から見てると思うんだけど。そうだね、うん、そうそう今マネージャーとの打ち合わせ中、今ここそう、そういうこと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 、うん、そんな感じ。うん、これをコピペしていって、要は他の人の時系列を把握してる人と共有して、たくみさんはそれをまとめてどんどんアップしていってほしい、定期的に。あ、今人増えたなと思ったら、そしたらなんかあのみんなありがたいっていうか、うん、うん、そんな感じです。はい、それをお願いしたかったんです。はい、すいません、手間ばっかり増やしてしまって。いや、とんでもないです、うん、で、うん、もうちょっと話したツベの話なんだけど、 YouTube ね、うん、ね、うん、1時間とか2時間に今した方がいいって話。 あれ、よかったよかった、確認した、朝1で。ああいう感じで全部つなげていけば、今日の1日の放送を全部つなげる方がいいと思う、うんうん、そういうこと、うん、俺的にはあれが一番いい。ああ、なるほどね。で、細かいセッティングと細かい編集のこだわりはあるんだけど、それは、あの、口頭じゃ難しいから、フェードイン、フェードアウトとか、フェードインは黒を使うのか、白を使うのか、切り替えを使うのか、とか、細かい技法はあるんだけど、とりあえずあれでいい。うん。うん。で、その、細かいそのフェードイン、フェードアウトはこれ使おう、テロップはこれを使おうっていうのは、細かいのは、一回会った時に打ち合わせしたいかなと思ってる。だから11月の2日に外配信やるじゃないですか、はい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 、その時にちょっと打ち合わせしてから行きましょうよ、どっかで喫茶店かなんか入って。うん、了解です、了解です。パソコン持ってないんだよね。ノートで、ノートは持ってないだよね。家でやるんだよな、画面見ながらじゃないといけないんだけど、うん、じゃあ俺が MacBook 持っていくから、それでエフェクト見せるから、こういう手法を使ってくださいっていうのはその時打ち合わせするよ。うんうんうん、了解です。うん、よろしくお願いします。はい、わかりました。うん、お疲れ様です。リスナーさん、すいませんでした。うん、あとね、配信中に結構オープンで俺結構やりたい派だから、こういうミーティングとかも結局配信ばっかりになっちゃうから、もう配信中にガンガン電話かけちゃっていいっすか。いいっすよ。もう顔バレしてるし声バレしてるからいいっしょ。今更でしょ。今更なんですよ。
だから結構暇だなとか思ったらミーティングとか多分トツかけること多くなると思うんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそ。いっすいっす。お疲れ様です。お疲れ様です。いっす。いやー、たくみさんありきだからね、今。いや、めちゃめちゃしっかりしてるよ。もうマネージメントも動画の管理とかも全部やってもらってるから、たくみさんに。ブッキングとかも。もちばあさんいらっしゃい。もちばあさんいらっしゃい。モネさんがうまかったね、今ここ。マネージャーとの打ち合わせ中。あ、くみたんありがとう。シャープワード、かこいさんに今ここを説明中みたいな。かこいさん、これから今ここよろしくです。よろしくお願いします、皆さん。そうそうそう、なんかね、それがあるだけで結構ね、配信しやすくなったりするんだよね。手が空いてる時とかは別に今ここいらないと思うんだけど、俺が口頭で説明できるタイミングってあるじゃん。例えば明らかにだれてるなとか、あ、今は別に雑談そのいらないなっていう、雑談がネタ切れだなと思うときは別にやらなくていいんだけど、あ、ちょっと今喋れなさそうだな、ワドみたいな。でも新規リスナーはこの状況分かってなかったら楽しめないなと思ったら、今ここを積極的にやってもらえるとありがたい。部屋空いてる人が、うん、ニコ生はね、コミバカしたら TS とかも全部消える。だからそのそこがね大変なんだよ、うん。こちらも流れが分かっていいな。そう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 。だからね、そうやってね、実はリスナーさんが配信を作っていく部分ででかいんだよ。配信者だけじゃなくて、実はみんなで作るもんなんだよ、配信って。ぶっちゃけそれ前から気になってた。うん。のんたん今後ろにいる。帰ったんじゃなくて、俺がのんたんの家に行って、朝起きたら家にいた。かわいいでしょ。かわいいとこあるでしょ。ただまあお話は全然してないけど、俺は何だろう、のんたんが普通に元気に生きてたらそれでいいから、うん、だから今家にいるよ。800人も来たんだ、すげえな。84名さんいらっしゃい。763名さん、さようなら。すごいね。めちゃめちゃ出入り激しいんだな、結構。すげえな。ふわっち結構いいじゃん。だってさ、俺さ、ぶっちゃけた話、ニコ生で80名とか100名とか安定しないもん。埋もれすぎてて。だから、一回上位にいるサイトでやってて、リスナーさんガーって集めた方がいいんだよね、本当は。懐大きいっていうか、俺は取り返しのつかないものは本当に起こるけど、取り返しのつかないものって人間関係とか人の命であったりとかって取り返しがつかないんだけど、確かにニコ玉だから、俺はニコ玉の件についてはちょっと怒ってるのよ。なんでかっていうと、これで一生 見なくなるリスナーさんって絶対いるんだよ、900人の中に。だけど頑張れば取り返せるものだ、それって。だって昔さ、あの和道見てたけど、和道のコミ爆発しちゃったからもう見なくなったって人、この中で手挙げて。昔和道見てたけど偶然見つけたから今見てるっていう人いっぱいいるはずなんだよ。要はこういうのって取り返しが効くものじゃん。運の要素はあるけど、頑張ってればいつか出会うっていう。出会わない人も多少いるんだけど、あ、俺が頑張りさえすれば取り返せるものだから、これは俺が頑張ればいいことだから別にそんなにって感じなのよ。だけどその人が死んじゃったりとか、友達が喧嘩して友達じゃなくなっちゃったりっていうのは取り返しがつかないことだから、そういうのは嫌なんだよね。バーやってた時から密かに見てるよ。ありがとう、もちば。ガスいいよね、ファンツね。それはさ、なんだろう、31年間生きてきてよくわかるから、いろんな出会いと別れがあってさ、うん、で死んじゃった仲間も結構いるから、そういうの嫌なんだよね。物とか金とかは取り返しつくじゃん。頑張って働いたりしたりさ、借金返したりするのは全然いいよ。ね、前の時高すの大変だったでしょ。だそういうもんだと思うよ。
取り返しのつかないことはさ、もう学んでいかないとダメなんだよ。これはやっちゃいけない、これはやっていいっていう。俺は全然ノンタンは許容範囲で、友達死んだね、うん、何人か。一番最初にショックだったのは、俺の一個上の先輩がいて、17歳の時にパッて死んじゃったんだよね、車の事故で。18歳の時に先輩が死んだのか、先輩が18か。うん、なんかアルバイト行こうと思ったら行列できたの、家の前に。その通勤経路だったから。で、その先輩超ヤンキーで有名な、中学一番のヤンキーだったんだけど、その人が単車乗ってて、そのバイク俺が譲り受けてたのよ。その人からもらったバイクだったのね。お前が乗れよっつって。で、そのなんだろう、行ったらみんな泣いてて、で、何があったんですかっつったら、死んだよって言って、えっつって、うん。で、そのバイト終わった後すぐ顔出して、うん、それは悲しかったな。なんかね、車でトラックにはねられたのかな、車とトラックでぶつかって死んじゃったんだよね。あ、人って簡単に死ぬんだよね。人ってなかなか死なないんだけど、実はいつ亡くなるか分かんないから、ポロって急に亡くなるからさ。そう、だから生きてる時間大事にしないとダメなんだよ。本当に簡単に死ぬよ。そう、だからみんな実感湧かないよね。人が死んだ時って実感あんま湧かなくない？後から来るよね。あ、死んだんだって。しかもさ、それがさ、奥さんと結婚したばかりで子供に赤ちゃんがお腹の中にいる時だったの。それ辛かったよね、みんなで。うん、結婚して幸せになって仕事働き始めて、お腹に赤ちゃんがいる時に死んじゃったの。すごい、すごいよなと思って、うん、それが一番最初にその知り合いの人が亡くなった時かな、うん、そう、身近な人っていうか、うん、だからもう奥さんの気持ちはわからないわけじゃん、俺らは仲間だけどさ、それがいたたまれなかった。もう奥さんの顔見れないって。他には、まああんま喋りたくねえな、他にもあるんだけど、一家無理心中しちゃったやつもいるし、うん、そうだから、うん、その生活苦で子供も小さいんだけど、あの奥さんとその旦那の方が友達だったんだけど、一家無理心中しちゃって車でその死んじゃったんだよね。そう、3人全員自殺っていうか無理心中で、うん、だから、そうそう、うん、まあ、ぶっちゃけた話、生活保護でも、自己破産でも何でもあるわけじゃん、頼ってくれたら。だから力になれなかったなぁと思って。うん、その頃、まだ若かったからね、24かな、23か4かな。そういうのもあるし。うん、だから結構、あんま喋りたくないこともいっぱいあるよ。うん、ジュース買ってこようかな。残り何分？まだ時間大丈夫だよね。ジュース買ってくるわ。ちょっと待ってて。Thank you.
朝井さん。おはよう、朝井さん。ごめんね、部屋汚いけど。はい。ちょっと待って。今度いるんですか？今度いるよ。おはようございます。寝てる、寝てる。じゃあ、お家に遊びに来てくださいね。放送出んの？今ね。あれ、うん、なんかあれ紫色に変わった。いや、紫色だよ、前から。そう？うん。あ、そう。うん。なんで紫色が気になるんだろう。あ、あれだ。その、あ、か。音聞こえる？彼女はうちに住まわせてください。どうだよ。いや、ダメだよ。俺の彼女だもん。どうぞうちに、え？俺の彼女だもん。なんで浅井さんの家に住まわすのよ。おばちゃんが、彼女がうちにいればいいと思ってるから。なんで俺の彼女だから俺の家住むよ。ダメだよ、浅井さん。あ、それはダメだよ。意味わかんないでしょ。え？なんで彼女が浅井さんの家に住むの？浅井さんおはようだった。おはようございます。おはようございます。はい。ちょっと待って、一回切るね。誰ですか？ちょっと待って、一回切るね。一回、立ち上げ直すから待ってて。そのままでいいよ。これ、このままでいいの。うん、わかった。浅井さんです。何かな、今日は何にしようか、うん。音楽にしようか。音楽について。音楽、そうですね。浅井さん、その前に一個いい？音楽ってなんで私が光の音楽を作れるんだろうか。え？その前に一個だけいい？まずそっちがやろ、音楽。いやいや、その前に話がある。音楽はなんで光の音楽を作るの？いや、その前に話があって。それとこれと関係ないもん。いや、関係ないじゃなくて。そうだ、そしたら、閉じ上げられないじゃん、その話。違う。だから音楽の前にちょっと話したいことがあるの。そしたらこれ閉じた方がいいよ。閉じなくていいんだけど。だめだ、それは光の話だよ。分かった、音楽の話いいよ、じゃあ。じゃあなんで私が音楽で光、音楽と、光にできるのか。うん、どうぞ。うん。どうしたの？それは光は私であって、光は、うん、私は生きてるからって、それで、光は私であって、私は生きているから、だから音楽は、光と変わるのですな。うん。それ、言わないと。うん、マイクここだから、ちょっと大きい声で言わないと。音楽って今ダーッとこうなってるおさとなんか沼の流れのようなもんですけれども、これっていうのを目に見えてる眩しい朝日の光に、するにはこれはどうしたらいいかっていうと、おばちゃんがその、目に見えてる朝日の光であって、でそれおばちゃんがなんだか知らないでこうやってこうか、息してますん でそれであなたの音楽はその朝日の光になると、そういうわけです。で、どうしたらなるのか、これはどうしたらなるのか、おばちゃんのこの放送見てもなるのかな、ちょっと無理だな。放送見て、もしか、真面目に音楽を作ろうと思ったらちゃんと光になりますよ。でも真面目に作ろうと思わ、さあ一生懸命やらなければ、さあできないけれども、それはそれでいいのかな。で、浅井さん、あと質問来てるから拾わないとおはようとか。これが名前ね、千代さん。さっきのどこ行ったんですか？これおはようございますって来てるぞ。どんどんこう流れていくの。こっちに下になってるの？そう。これが最初に来てる。こっから？これが新しいやつで、これが古いやつ。下の方にどんどん流れていく。これおはようございますから、こっから始まってるんですか？そっから始まってるね。おはようって言わないと。千代さん、おはようございます。お世話になってます。これが和道の噂の彼女です。これって、だからさっき言ったじゃないですか。彼女は私の家に来た方がいいって。それから次、あと浅井さんの説明はできない。W って何ですか？笑いっていう。W は笑ってるってこと。クミタンってどんな人ですか？クミタンは俺会ったことないけど、いい人だよ。女の人。北海道の人。クミタンさん、会いたいですね。サングラスポテト何の話ですか？あ、今何の話浅井さんがしてんのか教えて。だってサングラスポテトさんが何の話って、さあ、それはさっきのあなたの話だよ。何の話したいんですか？
いやだから水曜日は俺仕事だからカラオケ行けないよっていうことを言いたかったの。水曜日は？水曜日来てって言ったじゃんツイッターで。日曜日は。だってこの前とさあのなんかあのんとどっかへ作業に行くのさやめにするとか言ったんじゃないの？作業所行くのやめないよ。バイトだから仕事だから。水曜日はとにかくダメなの予定があるの。だって仕事は福祉の係かを騙すことだもん。だってそれにあの騙す騙してだだ少量でしょ。騙すところを増やしちゃダメだよ。騙してないよ。だから働いてるの。働いてるの。大勢の人間社会を騙しちゃダメなの。だからね。だ別に騙してない。福祉の人はね騙すぐらいだったらまあしょうがないかなとさ。大勢の人騙してないよ。有意義な人間だからまあしょうがないかなって、うん、一緒じゃないよ。ほんのちょっとだけそれと騙してそれからちゃんと切り替えるんだったらそれは大丈夫かもしれないけど、別に騙してでもね大勢の人を騙したらねもう這い上がれなくなるもん。それでこう中止にしなさいと私この前言ったらその通りだと思います。はいこれ次。なんでそんな福祉嫌いなの。なんで役所の人間そんな嫌いなの。次誰だ、どこまで行ったの。浅井さん会いたい。あ違うこれこれブルーレーベルさん。こんな年下の彼女捕まえて和道さんやるね。これ大丈夫だ。次。みんな終わったよ。はい。うん、ああ、これで OK。OK。あと、ほら、はい、光の歌の話続きしないと。いや、おばちゃんよくわかんない。歌って何ですか？歌？歌は、こう、人間のこう気持ちであったりとかを表現だよ。いや、心とか。いや、歌はおばちゃんであるとあなたは言ったけれども、あのそれ人間の表現と心っていう、おばちゃんじゃないです。そしたらおばちゃんだよ、歌はおばちゃんっていうことで、おばちゃんが歌を歌っていいんでしょうか。じゃあ歌いましょう。おばちゃんが歌を歌ったら世の中がなくなるっていうことでそれが神です。でおばちゃん何の歌を歌えばいいんですか。なんかアニメのソング古いアニソンで歌ってほしいのあったら言ってください。古いアニメ古いアニメの歌、うん、大河マスク。大河マスクは違うよねちょっと、あれですか、エイトマン。エイトマン歌おうか。歌詞わかる。エイトマンエイトマン光る海、光る大空、光る大地、ウーホームレーンの地平線、走れエイトマン、玉よりも早く、胸を張れ、こてつの胸を、ありがとうございます。はい、これでみんな神になりました。みんな神になったわこれ。みんなは神になりました。はい。じゃあ音楽家はこれはどうか体を治せばみんな音楽ができるんでさ、体が悪い人はおばちゃんにちょっと聞いた方がいいかもしれないですね。そうだね。あとはね、あ、これは誰でしょうか。電話。はい。あ、今日はあと12時スタジオです。よろしくお願いします。あとは、その前に喋ってもいいけれども、それはまた連絡します。はい、ではよろしくお願いします。はい、すいませんです。今日は何、幡ヶ谷。いや、今日は今日はスタジオの方の。いや、今日ね、あれだよ。先週言ったよ。スタジオで、音楽作ろうって言ったんだけど。誰と？あの人、レクチ？そうだね。レクチ来んの今日？いや、このままだと来るんじゃないかと。来ますよ。うん、だから、今のは誰？あんた見に来ますか？俺仕事だっつってんの、水曜日は。
水曜日は仕事だから俺。え？仕事。いやでもおばあちゃんあのそれで。うん、と作るその役割の音楽を今歌っちゃったけど、それで、うん、うん、とこれってうん、いや どうしたらいいんでしょうね、このどうしたらいいも何も、俺仕事だから行けないよ。うん、日曜日行くよ、日曜日。日曜日？うん、日曜日ね、日曜日、日曜日にどうすればいいんですか。うん、とそのカラオケやって、それで、うん、うん、とその日曜日しか空いてないもんだって。うん、じゃあ水曜日にはあの彼女を派遣するでいいですか。なんでだから俺の彼女を浅井さん家に住ませたり浅井さんに派遣しないといけねえんだよ。俺の女だよ、俺の彼女なんだから。なんで浅井さんにそんな。いやだから、うん、と彼女を派遣しとけばね、うん、とそこのあの今そのあの作業所っていうか、そう社会をぶっ壊す仕事がさ、社会をぶっ壊す仕事なんかしてないよ。なんでそんな社会ぶっ壊す仕事。だからそこに意義があるんだったら。意義あるよ。いやだから彼女を家に置いておくことに意義があるんだったら、なんで和道さん、皆さんこれね、作業所停止させてください。なんで作業所停止させんのよ。頑張って働いてせっかく見つけたんだよ俺。なんで作業所停止すんの。頑張って働いてんだから。いやだから、うん、と水曜日日曜日と水曜日は彼女を派遣と、これは人の道だ。勝手にここで決めない、彼女に聞いてよそれは。なんで勝手に決めるの全部。じゃあ彼女水曜日迎えに来るけどいいですか。飲んだらいいですか。だって水曜日って今日だよ。今日、あれ、あの、スタジオに行ってさ、で音楽ができたらそれはお会いするって言ったじゃん。あと、できたのお祝い。で、さらに、それはできたのお祝いした後、そのどっかであれだよ。うん、多分、飯を食う？そこで飯を食って、それで、みんなでワイワイバッて、それで終わりにしようか。それとも、どっか、か、とか、ば。それがいいかもしれないね。じゃあ、どうしよう、12時だけれども、スタジオの場所わかんないよ、彼女。いや、私一緒に行くよ、スタジオに。あなた作業所に行くんですか。作業所行くよ、仕事。なんか飯食ってから行こうよ、その辺で。うん、じゃあ、それでそうしよう、うん。今日ここにいるから、彼女。迎えに来てあげて。迎えに来るよ。一緒に飯食いに行って、それでしょ、おしゃべりして、それがいい。うん、うん。それがいい。じゃあ、そうしよう。うん。ありがとう、アセイさん。いえ。あの、わかんないんだけれども、なんかね、あなたのお仕事だけど、なんか、これ、私思うんだけれども、あなたこれやるときに、すごい、私ね、感動するんだけども。なんであなたこの、いや、わかんないけども。なんで泣いてんの。なんで泣いてんの。いや、だって、あなた、このやる瞬間ってね、すっごい私が感動する。なんで泣いてんの、浅井さん。なんで浅井さん泣いてんの、ほら。いや、だって私仕事一生懸命するけどね。うん、泣かない。なんで泣いてんの、浅井さん。何俺が配信してると感動すんの。いや違う、ね、これ、違う、配信してるじゃないよ。なんで感動するかっていうと、こうやってね、一緒に話してて、あなた何だかかんだかって話してるでしょ。あとなんか、持っても感動するし、その時も感動してるしね。それはね、どうしたの。いやここまで来ててもね、そう一生懸命仕事をやりたいというその気持ちが残っているということに対してね、もうこれ分かんないけども。さっきと言ってること全然違うじゃん。社会をぶっ壊すとか作業所をぶっ壊すとか言ってて、何を言ってんのもう全然分かんないんだけど。どういうこと。いや、いや、その本当素晴らしい仕事ぶりにおいてね、そのね、この
父さんお母さん、和道さんのお父さんお母さんありがとうございます。和道さんは一日中この仕事をやってるべきです。あ、配信これテレビをインターネットテレビや、ね、はい、俺だってこれで飯食っていきたいよ、はい、俺はこれで飯食っていきたいんだから本当は。いや だからね、はい、いや一般的な考えでね、これ飯食っていくにはね、うん、これで飯食っていくにはどうしたらいいかね。まず一番だよ、おばちゃんがずっとここに出てればいいや。ああ、それじゃあ飯食っていけるよでもね、それは違うんですよ。それじゃなくて、それと同じことを引き起こせばいいんだから。ああ、だからだからこの前言ったでしょ、著名人のところに2人で出かけてって、それで移すと。ああ、でそれであ、売名をすると。え、売名って何？有名な人に会いに行くと、2人で。いやだから社会的にそれ有意義な仕事をしてるところに行って、その仕事をその拡大するっていうか、より良いものにすること。違うね、今はそれ一日中ここにいるということなのに、一緒に出かけてって、それで、うん、まあ、浅井さん言ってること正しいよな、確信ついてるわな、うん。だから世の中は進歩しないところをそのどんどん消していくんだ、2人で。でそれで、1番目はその日赤と、これこの前やってしまったけど、それであとは進歩しないところだから、郵便局じゃないけど、近いぞ。郵便局。うん。うん、黒猫大和とか佐川急便とかどう？佐川急便？うん。佐川急便、閉まってるけど、ガードが硬いよ。閉まってる、あそこの佐川急便ガードが硬いんだ。佐川急便、うん、その電話で呼び出して外 で無理だよ。だからね、佐川急便、佐川急便が一番ですか、日通ですか。日通かな。日通この前私頭倒してきたよ。乗り込んだのだから佐川急便だよ。そっか、サマー急便、あとはちょっと待って、どこかな、まだあるの、サマー急便とか基本的なとこがない。霞が関とかどう？霞が関、国会とか。国会、霞が関国会おばちゃん得意だよ。得意なの、だからそれは問題がない。どっか残ってますか、霞が関で。どこだろうな。Google はどう？あそこは残ってる。六本木 Google世界一の企業だよ。Google は Google に行けばいいんですか。 Google いいですね。 Google 行こうかんだ今度。でも Google ってあそこの六本木 の大きいビルのどこに入ってるんですか。そう Google 行く、一緒に今度。いや Google 行きましょう。そしたら Google さん、御社にお伺いすることになりましたんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。Google の人をよろしくお願いします。 Google って何ですか。 Google は世界一の会社だよ。おはよう。じゃあ Google は運が尽きたことになったんで、それで今度おばちゃんが乗り込まなければ生きていけません。え、Google 運尽きてんの。あとはそれで、Google に行った時にあなたが移せば、これあなたこれで食べていけるようになるよ。あ、本当に。じゃあ一緒に行こう。いや、ありがとう、アセイさん。それは頑張りましょう。頑張りましょう。はい、うん。アセイさん、手冷たい。そう。あったか、うん、手冷たいでしょ。手冷たい。冬、気をつけないと。いや、今、働き者の手だよ。今、おばあちゃん、いや、違うよ。手首はこんなに細いでしょ。手首太いよ、結構。細いですよ。俺と一緒だ。あなた2倍だよ。2倍は言い過ぎでしょ。ほら、普通だよ。同じぐらいの手首だから。
いや、あの、これあれだよ、今、手首トレーニングしてます。手首トレーニングしてるの？今、何教室通ってんの、今、浅井さん。この前、ほら、ダンス教室通ってたでしょ。いや、今、熱中してるのはこれです。スクワット。スクワットやってんの、今。これ、あの、もうすぐ持ってこれ。あ、これベンチプレスやってんの？ベンチプレスじゃないよ。ん？肩に背負って、それで。え、肩にバーベル背負ってスクワットやってんの？やべえな。すごい。さあ、頑張ろうと思うんですけれども。浅井さんだってもう60になるでしょ？ん？いつ60になるの？いや、だから、あ、ちょっと聞こうと思ったんだ。うん。あの、新章って、あの、どうして生まれるかですけれども、それっておばちゃん、改善したのかしら？身体障害者がなぜ生まれるか？質問がよくわかんないって。え、何？身体、新章とか、結構放送 NG ワードなんだけど。ん？身体障害者がなぜ生まれるか？ん？あ、ありがとう、プレゼント。ん？またすげえ議題ぶっ込んできたな。神の領域だね。お菓子プレゼントありがとう。役所があるからで、役所がなければ身体障害者は生まれない。ちょっと近いな。うんと、欲しいわ。じゃあ、本来は身体障害者は生まれるもんだと思うよ、俺は。本来は。それが普通なんだよ。自然の法則なんだよ。愛のある世の中になったら身体障害者は生まれないけれども、愛のある世の中になったら、うん、これあの書けないけど、寺田さんと書いて、それからその山田さんが会った時書くでいいですか？そうだね。じゃあ今日彼女よろしくね、浅井さん。ちょっと違うぞ。うん、あそこの人と書けるのちょっとやってみようかして、それで書けなかったらその時やろ。のぞみの部屋さん、バーガーありがとう。あとはなんかピンとこないの、なんかあるんだろう、なんだろうね、心象の人と町内会はどういう風な関係があるんですか？いやいや、知らないよ俺。町内会って何よ。だから町内会関係ないでしょ今の話に。町内会の話してないよ。アイワード2、牧場さんいらっしゃい。町内会の話してないよ、今、浅井さん。あ、でも、町内会全然関係ないよ。浅井さん？浅井さん？もしもーし。浅井さん、町内会関、浅井さん？浅井さん、浅井さん、だからホームレスに空き缶と古新聞をあげると新書の方は生まれないじゃん。ホームレスに空き缶と古新聞をあげると身体障害者は生まれない。全然関係ない、全然関係ない、全然違う関係ないでしょ、それは。めちゃめちゃでしょ、それ。宇宙の法則がめちゃめちゃ、浅井さん。これで大丈夫だ。うん。あと今日はこれで、お役目はこれでもう終わったの。大丈夫。うん、OK、分かった。じゃあみんな、みんなありがとう。お世話様です。すいません。いつもお世話様です。ありがとうございます。うん。この方は浅井さんです。浅井さんです。はい、浅井です、浅井です。またね、またね。浅井さん、ツイッターやってる？浅井さん、ツイッター貸して。ツイッター？うん。
浅井さんのツイッター宣伝するから。いや、ツイッターってこれあれだよ。私の番号にしようと思うんだけど、どのようなもんでしょうか。電話番号にはできないよ。いや、だから電話番号に。電話番号書くことはできるけど。ツイッターの番号、真ん中押して、これ。うん、ツイッター出して。あ、ツイッター、浅井さんのツイッター、俺が広めればいいのか。ちょっと待ってて。これじゃないですよ。いや、あなたが広めるでしょうがない。うん、大丈夫。この、あ、質問です。このツイッターに、どのぐらいの長さの文章が入りますか。160文字かな。160文字？うん。うんと、普通に言って、そう止まったらもうダメですよね。うんとね。どっか拡大できるんですか？書くじゃん、これで。これで書くでしょ。書くボタンを押すじゃん。あれ？これで。待って遅いの、これすごい遅いの、うん、で、じゃあこれで160が入る、そう160も、160以上はどうすればいいんですか、次のページにすればいいんですか、もう一回やり直さないとダメ、ツイッターは、うん、その例はないから、これってね、うん、いっぱい入れるときにはどうしたらいいですか、いっぱい入れらんない、じゃあ自分でここに何かホームページを作って、そのホームページ見てくださいって宣伝すればいいの、そう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 、そういうこと、じゃあここには入れるのはホームページに入れましたので見てくださいって方に入れればいいんですか、そう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 、してそれで、それで、いつもこれを、入れといて、そしてそれで、お話しすればいいんですね、そう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 、わかりました、そうします、うん、OK、 もう9時だ、蓬莱さんいらっしゃい。いや、浅井さんもう電話番号書きまくってるわ。うん。電話番号書いちゃダメだよ、だって。浅井さんはもう電話番号書きまくってる。電話番号って何ですか？浅井さん電話番号。じゃあ私に電話かけたらカラオケに行くしかないんで。皆さん考えてください。拒否権ないのか。浅井さんに板電かけるやつは結構肝座ってないと無理だと思うよ。浅井さんのパワーには勝てないと思うよ。うん、すごいね、浅井さん。あとは、うん、あとはないのかな？あと大丈夫、うん、浅井さんにアンチとか聞かないから。うん、浅井さんの方がタフだから。で、これでもういいんじゃない？どうでしょうか、大丈夫だね、はい、ではお世話様です、うん、ありがとうございます、うん、よし、はい、どうも、はい、うん、ありがとう、浅井さん、いつも、じゃあ今日彼女よろしくね、はい、わかりました、うん、彼女ちょっと落ち込んでるからさ、元気だ、うん、元気にしてあげて、うん、何の芸術が好きですか、え、画家だよ、画家だよ、画家、いや、おばちゃんすげえ、あれだよ、これ彼女が描いた絵、あ、ちょっと見えない、これ彼女が描いてくれた新宿なんだって、そう、このマジックがもうちょっと薄ければいいな、ほんとそれで、これがないんだな、すごいうまいよ、構成、なんだ、これだね、これだね、すっげえうまい、これ本当色が薄くだ、うん、本当マジックの色が濃すぎる、うん、本当構成力か、本当こう違う、なんだ、本当何があるんだ、頭が良すぎるだ。でそれでこの前言った美佐子さんと、3人で話せばすごい楽しい。楽しいね。うん、この頭の良さっていうのは、うん、彼女頭いい。いや、今までよく生きてきたんだ。このおばちゃんに会ったんで、これずっと生きてるようだ。うん、よく生きてきたね。浅井さん何でも分かっちゃうからね、なんでまた泣きそうになってんの浅井さん。
なんで泣いてんのまた。今日情緒不安定すぎるでしょ。なんで泣いてんのまた。どうしたの。絵見て泣いちゃったの。どうしたの。いや、あの、うん、どうしたの。情緒不安定だな。どうしたの。いや、天才が生きていくのは大変だけども、あなたも天才だし、あの彼女も天才、彼女天才だよ、俺の生きていくのは、すごい難しい。だから、あなたも突然の方もすごくよく生きてきましたね。ありがとう、すいません。だからあのね、いや世の中俺これ見れば助かるかもしれないけど、でもね、その見ないで生きてる人はどうしたらいいでしょうか。おばちゃんが町内会、進めてもダメだ、あ、そうだ、ニュースを見て、ニュース、そう、あの、そしてあの都庁に話しに行くだ。小池に会いに行くの。あ、小池ニュースが大好きだしてたよ。小池はニュース好きなの。パソコン購入してるの。そうなんだ、パソコン持ってるんだ。ニュース見るためにしてる。ニュースを見るために小池はパソコン買ってんの。小池ってあれだよ、あの都知事の小池だよ。そうだよ、パソコン、あのニュースを見るためだよ。あ、そうなんだ。ニュース、どうすればいいですか。ニュースを見て、でそれで小池に説明してもらうじゃないよ。そんなの説明したくもないだろ。ニュースを見て、あの都庁の並びの人にずっと聞いて歩くだ。そうだね。でも毎日毎日ずっと聞いてあげれば、これでさ、そらこうですよと言うかもしれないと。でそしたら、そしてあのこれは都庁に行って、して都庁の上の方に行って、それで、そこに話せばいい。分かった。そうするとあのこのね、思うんだけどね、若い人ってかわいそうだよ、それはね、ほんとさ、どうすることもできないさ、若い人はかわいそう、だって、親が一生懸命育てて天才になったでしょ、これまあ10代です、これ右も左もわかんない、どうすることもできない、親もどうすることもできない、ここはどうするかだ、だからね、おばちゃんがね、そこに行くようになったら、自民党に行くようになったら、それはじゃあ、これは、誰かがその人に言うだ、これは、ここに行きなさいって、それは、これ見なさい、そして、だとか、いいかもしれないけど、誰かが言い出すだ。で、これ助かるだ。あ、オッケー。頑張りますよ、おばちゃん。おばちゃん、頑張る。頑張ろう。だってね、親が子供を育てたってさ、いい子に育てたってすげえことだったのだよ、だってさ、ね、そこで砕けちまうってさ、親もその子もさ、どうすることもできないで、もうこれはもうあれだ、一歩も動けないですよね。ねえ。これはあれだ、こんな間違って、そこが間違ってんね。だからね、それ普通に生きるようにさ、おばちゃん頑張るからね。あのさ、なんかあれだ。おばちゃん頑張る。そうだね。あさ、親があなたをさ、どんだけ頑張って育てたかさ。抜けてるんだよ。だからさ、おばちゃん子供をこうやってもう抱っこしてる人を見て、いつもそう思う。こうやって、行き詰まった時はみんな大変だよ。これどうすべきだろうと思って。すいませんでした。泣かないよ。いや、これ、おばちゃん悪いんだもん、すいませんでした。おばちゃん悪くないでしょ。いや、あれだよ、いや、それ、いや、
わかった。今日彼女よろしくね、浅井さん。はい、わかりました。頼んだよ。はい。うん。じゃあ、あなたが言ったように Google 行こうね。はい。うん。準備するから。はい。うん、わかった。Google のあのニュース見ますから、それで。うん。頑張りますから、Google さんありがとうございます。うん。よし。じゃあ、お昼前に来てくれんの？彼女迎えに。今出る一緒に。いや、あと行くんでしょ？彼女も出る。俺、10時ぐらいに出るから、まだ、うん、まだ1時間ぐらい。じゃあ先に連れて。彼女も寝ぼけてるから、時間言った方がいいよ。何時に来るって。10時出んの？俺はね。彼女まず寝てたから。10時出て向こうだから、うんと、デニーズで飯食って。先生、俺は仕事に行くのよ。10時。浅井さんのとこ行くわけじゃない。だから10時にここに来て、彼女を連れてって。10時半に来なよ。1時間半あるから。そしたら彼女風呂入ったりできるから。風呂入って？うん、歯磨いたり、ね。風呂入って歯磨く？うん、10時半に来てよ。だってあなたも風呂入って歯磨くんだよ。俺も入ったって、朝。あ、そう。俺は大丈夫、うん。で、じゃあ10時半に来て。うん。で、そして、で、お茶飲んで、それから行こうと。うん、それでいいですね。うん、わかりました。よろしく。はい、わかりました、うん。ありがとう、いつも。その前にニュース見て、それで話せればいいな、うん、少し。そうだね。途中に向ければいいと思うけど、ちょっとまずニュース見て、あ、検討してみよう、どうしようか。うん。わかりました、すいませんでした。ありがとうございます。うん、ありがとう。よし。ありがとうございます。浅井さん、ありがとうね。彼女よろしくね、今日。はい。うん、開いてたんだ。じゃあ気をつけて、寒いから。はい。じゃね。ありがとうございます。ありがとう。よいしょ。はい、みんなおはよう。みんなおはよう。うん。おはようみんな。浅井さん来てた。音聞こえる？なんかタイムラグすごそうだから、5秒カウントしたら手上げてタイムラグ計測する。5、4、3、2、1。手上げてください。1、2、3、4。4秒だね。ラグ全然ないわ。大丈夫だわ。ラフ君なかった。大丈夫、大丈夫。ありがとう。フォローさせていただきました。あ、てるさんありがとう。ごめんね、みんなコメント拾えなくて。今ここやってくれてありがとう。103名さんいらっしゃい。どうもどうも。もちばあさんいらっしゃい。てるちさんいらっしゃい。まーちゃんさんいらっしゃい。くーたんさん。いくらこうしさんいらっしゃい。もねさんいらっしゃい。ほうらいさんごめんね、コメント拾えなくて。見えてたからね。うん。じゃあ俺そろそろ仕事行くわ。今の人はね、俺の放送によく出るね。俺がすごい尊敬してる人で、浅井さんだね。浅井さんって覚えておくと。俺のね、YouTube 見るとね、いっぱい出てくるから、あ、たくみさん YouTube も定期的にチャンネル登録お願いしますで、告知してください。よろしくお願いします。じゃあ、せっかくなんで最後に新しくフォロワーになってくれた人、ちょっと確認しますね。うん、ありがとうみんな、たくさん見に来てくれて。僕の名前は和道です。みんな、楽しんでいってください。てるっちさん、フォローありがとう。やんでるけんけん泣いちゃうかわいそうさん、ありがとう。おにぎりさんありがとう。くみさんありがとう。かなへびさんありがとう。デジャブさんありがとう。よしぴこさんありがとう。それゆう黒田さんありがとう。くーたんいくらこうしさんありがとう。ゆみさんありがとう。今日登録してくれた人はこの方たちですね。ありがとうございます。もしフォローしてない人まだいたらフォローしてください。それじゃあ皆さんさようなら。お疲れ様でーす。夕方放送するんで。夕方また見に来てください。お疲れ。ありがとう。しばらくふわっちかな？ふわっちとキャスかな？うん。ちょっとニコ生どうするか、たくみさんとミーティングして。うん。行ってくるよ。お疲れちゃん。朝からありがとうね、たくさん。うん。お疲れ様。フォローよろしく。お疲れ。くみちゃんお疲れ。